周りとのいい意味で差別化を図る意味でも、悪い意味で周りにね負けないためにも、もうおそらくねこの7つだけとりあえず揃えておけば、あの人おしゃれって言われるような人には 100% なれる。この夏楽しむことができると思います。どうも、ケイでございます。今日はですね、この夏買うべきアイテムを7つ紹介したいと思います。皆さん、夏ってどんな服着てますか？僕はですね、5年前からウェアを投稿していて、3年前からウェアリスタとしてね、公認のウェアのね、コーディネートユーザーとして活動させていただいておりました。そんな中でブランドも始めることで、より一層コーディネートに気を使ってこの5年間生きてきたわけですよ。そんな僕が、かれこれ5年間もうね、コーディネートを組んできて、あれ？このアイテムさえ押さえておけば毎年大体おしゃれってできるんじゃねっていうアイテムがあるんですよ。実はどうぞ最後まで見ていってください。まず一つ目にこの夏買うべきアイテムがこちら、オープンカラーシャツでございます。今もねこれオープンカラーシャツ着ているんですけども、オープンカラーっていうのはね、首元がこう開いているね、このアロハシャツの原型みたいなシャツなんだけど、 GU なんか行ってもユニクロなんか行っても今じゃもうどこにもオープンカラーシャツが並んでますけど、今年もオープンカラーを着ているとおしゃれに見られますし、涼しく快適に過ごすことができます。超おしゃれ感度の高い人はあえてね、僕は周りと被りたくないんだっていうことでレギュラーカラーのシャツを選んでもいいかもしれないんですけど、僕はねレギュラーカラーはねまだまだ早いかなって思います。そしてそんなオープンカラーシャツを選ぶ時のポイントが、一つ目にオーバーサイズで選ぶことです。タイトに着るとちょっとおじさんっぽくなっちゃったり、逆に子供っぽくなっちゃったりってしちゃうんですよ。今年はねやっぱりトレンドがビッグシルエットですから、ビッグサイズで選ぶこと。そして二つ目に、色は白、黒、グレー、この3つあたりでまずは揃えるというところになります。この動画は初心者から中級者向けの動画になっております。上級者向けだと、僕のブランドでも作ってるんですけど、グリーンだったりパープルだったりってのを作ってます。こう一見、ああトレンドのカラーで魅力的だ、うわこれ着たらかっこいいぞと思って買っちゃうと着回しが大変なんですよ。しかもパープルとかって目立つから、今日例えば着た後に3日後に着たらね、あれまたあれパープル着てねって思われちゃうじゃないですか、学校なんかとかだと。黒とか白だったら、今日僕は黒とか白を着て3日後に僕は黒のシャツを着ていても何とも思わないですよね。というところで、まずは白、黒、グレー、この3色からがおすすめです。そして3つ目のポイントとして、今年は異素材に挑戦してみてください。僕のブランドアドラーでも作っているような、こんなねサテンの生地の着たことないような素材に挑戦してみるとか、周りと被んないバンドカラーのアイテムを選んでみるとか、この3つ目の点に関してはもうオープンカラーシャツなんていっぱい持ってるよって方に向けて今説明させていただきました。そんな僕のねオープンカラーシャツのコーディネートは毎年載せているんですけど、4月27日にね僕のブランドアドラーで販売したばかりの新作がねオープンカラーシャツだったので、最近の僕のコーディネートはもうオープンカラーシャツばっかりです。気になる方はインスタグラムまで見に行ってきてください。そして2つ目に紹介するのがレザーサンダルです。このアイテムはファッション感度としてはちょっと高めのアイテムなんですけど、 GU でももうレザーサンダルって去年から出るし、今年もねこんな風に出てるんですよ。なのでね、ぜひ今年はレザーサンダルをこれ履くとおしゃれを楽しめると思います。なんですけど、レザーサンダルっていうといっぱいあります。こんな風にレディースみたいな、ちょっとセクシーな大人っぽいやつもあれば、スリッパみたいなものもありますし、このビーチサンダルみたいなものあれば、ボーツサンダルみたいなものもあります。こんなにたくさんある中で今年おすすめのアイテムはグルカサンダルとスポーツサンダルになります。スポーツサンダルっていうのはもう多分ね、僕らの年齢の特に男子からすると一番今年ねおすすめのアイテムなんですけど、中級者以上の方はグルカサンダルをちょっとね選んでみてください。今年アドラーでも実は数量限定で作ってるんですよ。そして2つ目に意識することが、色は黒か濃いブラウン、この2色だけです。やっぱり黒と濃いブラウン以外のサンダルを選んじゃうとコーディネート組むのがね超大変になってくるので、ここ気をつけてください。そして3つ目に、今年は厚底のサンダルを選びましょうということでした。周りが厚底を履いてるので自分だけが低い底を履いちゃうと周りとの身長の差がね生まれちゃうんですよ。すごくもったいない。昔だったらシークレットブーツとか言ってちょっとバカにされてたところあったんですけど、今はそれがおしゃれなんですよ。だったら身長さ5センチ7センチ10センチって持った方が良くないですか。
周りとのいい意味で差別化を図る意味でも、悪い意味で周りにね負けないためにも、厚底のサンダルを今年は選んでみてください。そんな感じで僕が組んできたサンダルコーデがこちら。さあ3つ目に紹介するアイテムがこちら、ドン、セットアップでございます。今年めちゃくちゃトレンドだし、まだ挑戦していない方、それから夏物のセットアップ持ってないよって方は挑戦してみてもらいたいと思います。 GU なんかでもね、これ夏のセットアップ出ているんですよ。でこの動画で僕紹介したんですけど、今年は安く GU なんかで買うこともできるので、ぜひ挑戦してみてもらいたいです。去年までは僕もセットアップ、純レッドコラボでね、こんなものを作ったりしてました。すごくね、いいアイテムだったんですけど、セットアップっていうのは、これはセットアップですよって販売してるアイテム同士を掛け合わせるからセットアップになるわけではなくて、似たような素材のアイテム同士で上下で合わせれば、それも一つのセットアップとして見ることができます。ぜひこの2つにしてみてもらいたいんですよ。一段に垢抜けます。ここだけの話なんだけど、新宿とか渋谷でね、駅の前で撮影してたりとか、僕歩いてたりすると、男女がねデートの待ち合わせをしているんですよ。今年多いのはやっぱりセットアップでした。モテるためにはね絶対おすすめです。でこのセットアップのアイテムを選ぶ時の注意点としても、一つ目にビッグシルエットで選ぶこと、タイトなセットアップとか買っちゃダメですよ。そして二つ目に色なんですけど、こうセットアップ初心者の方におすすめなのはもう白と黒、この二択なんだけども、セットアップ慣れてるよっていうこの方が見てくれてるとしたら、もうダントツでおすすめしたいのが白か薄いグレーです。これなんでかわかりますか？日光を反射してくれるからです。上下黒と上下白かって全然体感温度違うでしょ。上下白って今までだとちょっとなんか変な人みたいなところあったけど、今年はセットアップとかでおしゃれな人として着ることができるから、ぜひ白はちょっと挑戦してみてもらいたいです。そして3つ目に伝えたいのが、ファッション中級者から上級者の方への話なんですけども、普通はね長ズボンに半袖だと思うんですけど、半ズボンに半袖で選んでみてください。僕はね半ズボン半袖で、まあ、こんな感じのコーディネート大好きなんですよ。半ズボン履いてるのってなんかあれだよねみたいなのって、ここ4年前ぐらいまではちょっと言われてたりもしたけど、もうねそんな関係ない。もうやっぱ涼しいし、半ズボンをあまり履いてる人が少なければ少ないほど差別化ができるし、おしゃれに見えることができるし、涼しくて周りより快適って、これ絶対選ぶべきだと思うんですよ。ぜひ今年履いてみてほしいです。そして半ズボンまだ持ってないよって方は、そう4つ目におすすめのアイテムが半ズボン、ショーツでございます。ショーツっていうと去年からものすごいホットなトレンドに上がってきてて、今年はねショーツ半ズボン履いてる人ってめちゃくちゃ多くなると思うんですよ。なのでぜひ今年はねショーツを楽しんでもらいたいです。ただこのショーツっていうのはね、選ぶときに注意しないといけないことがね2つあるんですよ。一つ目に、丈がね膝にかかるようなサイズのものを選んでください。これ、ね、ショーツっていうのはね、短ければ短いほどやっぱおしゃれ感度は高いんだけど、短ければ短いほど女の子になっちゃうんですね。逆に丈が長くなれば長くなるほど着回しやすかったりとか、それからね難易度が下がってきてくれます。そして2つ目のポイントとして、ショーツを選ぶときは綺麗め要素に意識してください。さあこれはどういうことなのかというと、綺麗めのショーツっていうと、まあこんな感じ、カジュアルなものっていうと、まあこんな感じ。そうショーツはね、ポケットのデザインであったり、センタープレスが入っているか入っていないかであったり、色の使い方だったりで全然変わってくるんですよ。できるならば黒のショーツからまず選ぶべき。2つ目にセンタープレスとかが入ってるとすごく綺麗めに見えます。3つ目に大きすぎないっていうことですね。ビッグシルエットのねこうショートパンツ、まあ、こうすごくおしゃれなやつもあるんですよ中に。ただねこういうのを選んでくると、どん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 コーディネートがねカジュアルにカジュアルになっていってしまいます。そうすると万人受けとは遠ざかっていくし、女子受けなんかねどん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 悪くなっていってしまうと思うので、ぜひ綺麗めの要素が強いショートパンツを選んでみてください。ということでショートパンツ使った僕のコーディネートがこちら。次紹介するのが5つ目に T シャツでございます。と言ってもね、ただの T シャツじゃございません。今年 T シャツを選ぶときはトレンドカラーの T シャツを買ってみてくださいということになります。
もちろんこれは白と黒の T シャツも揃えたよって方に向けてなんですけども、ちょっとおしゃれしたくなっちゃうじゃん、ちょっと周りとさ、やっぱ差別化したいじゃん、そんな人にはぜひ、特に僕がおすすめのカラーがこちら。こんなにあるんですよ。今年はそう、色物を挑戦するっていうのが一つのトレンドでもあるんですね。だからカラーパンツなんかもさ、今流行ってるじゃん、めちゃくちゃ。シンプルになりがちなこの夏だからこそ、ぜひ色でこのファッションを楽しめればなというふうに僕も思ってます。2つ目に意識してもらいたいことが、もちろんサイズ感。タイトなやつ選ぶと子供っぽくなっちゃうから、やっぱり今年はビッグシルエットで選ぶ。もうこれね、言わずもがなですね。そして3つ目なんですけども、生地は厚めのものを選びましょう。薄いようなこう生地がトレンドの時だったらめっちゃいいんすよ。ただ今はポンチの生地とかヘビーウェイトコットンビッグティーとかってさ、分厚ければ分厚い方が高級感もあるし、ぜひってこう意識してね、選んでみてください。さあ、ここからはこの夏選んでおくとおすすめのアイテム、こう2つあります。それが1つ目にこちら、リンキング系のショルダーバッグです。まあ、これはね、僕のブランドアドラーのやつになっちゃうんだけど、別にそうじゃなくてもザラでもね、これたくさん紹介してきました。去年まではこういったボックス型の肩にかけるやつがトレンドでさ、みんな持ってたじゃん、街歩いたら。だから今年は連結型のバッグがトレンドとしてね、今熱いです。まだまだそんなにたくさんつけてるわけじゃないから、めっちゃ差別化できると思うし、これ今さ、これ僕つけてみてさ、ほらシンプルにただ黒のタンクトップにこうシャツ着てるだけなんだけど、めっちゃおしゃれに見えるでしょ。なぜ今回の動画で入れたかっていうと、単純にトレンドだから。そしてめちゃくちゃ快適、夏用のカバンなんですよ。こういった接着面積が少ないものをぜひね、夏は選んでみてもらいたいなっていう快適さ。そして3つ目に、コーディネートへの合わせやすさ。ファッション初心者の方が選んでも間違いないと思うし、中級者から上級者の方でまだ持ってないよって方はぜひ1つは持っておいてもらいたいです。ということで、僕がそんなカバンを使ったコーディネートを載せておきます。こんな感じで組んでます。さあ、そして最後のアイテムになりました。これ絶対忘れちゃいけないものが入っております。そう、それがアクセサリーでございます。まあ、アクセサリーっていうと、イヤリング、ネックレス、リング、バングル、時計、大体5つぐらいありますね。この5つは夏は全部つけてもらいたいと思います。アクセサリーのない夏コーディネートっていうとこうなります。はい、そう、もうね、シンプル極みって感じです。まあこれはこれでね、まあ別に悪くはないんだけども、じゃあここにね、アクセサリーをつけるとどうなるかというと、はい、ということでどうでしょうか。やっぱりね、アクセサリーはあった方がいいんですよ。アクセサリーを使って周りと差別化を図る、アクセサリーを使って高級感を醸し出すっていうところがものすごく大切になってくるんですね。ということで、今回は7つ紹介させていただきました。もうおそらくね、この7つだけとりあえず揃えておけば、もうね、あの人おしゃれって言われるような人には 100% なれると思うし、もう上級者の人でも絶対抑えてるアイテムだから、もう今回のね、このアイテム、もし僕よりおしゃれな方で盲点だったって人がいたら、これもね、抑えておいてください。今日の動画参考になった、面白かったよって思ってくれる人がいたら、ぜひ今後のね、この YouTube、K チャンネルの、さらなるやる気、モチベーションのアップ、それからね、クオリティのアップのために、いいねとチャンネル登録をしておいてくれると嬉しいです。他にもね、僕の動画では髪の作り方、それからメイクの作り方、僕のブランドアドラーをはじめ、 GU だったりね、ユニクロのおすすめのアイテムの紹介もしているので、もっともっとおしゃれをしたい、それから垢抜けたい、モテたい、そんな風に思ってくださっている方はぜひ絶対ね、チャンネル登録をしておいてください。以上、今日の動画は最後です。さよなら。